はい、どうも皆様、明けましておめでとう。はい、どうも皆様、こんにちは。おはようございます。こんばんは。本日はですね、ちょっとお知らせがございまして、動画の方を撮影しております。ひとまずですね、まあ、ちょっと時間経っちゃったんですけど、先日、YouTube 登録者2万人突破しました。ありがとうございます。本当に何気なく始めて、自分の日常と陸上を絡めて日常を配信しているだけなんですけども、まあ、それでもね、僕の動画が好きだとかいろいろ言ってもらえたりとかして、 YouTube 続けてこれてよかったかなっていうふうにも、改めて思っております。またちょっと2万人に行った時の、まあ、質問コーナーとかはまた別で撮ろうかなっていうふうに思ってますんですけども、で今回はまあ2万人突破したっていうことも含めて、ちょうどねタイミングが良かったんで、とある発表を、はい、していこうかなと思います。バシ君 TV 史上初の出来事というか、初の、試みといいますか、そんな感じの発表ですので、じゃあ言いますか。ですね、この度ですね、私バシ君 TV の ファンクラブ開設しました。そうなんですよね、この度初のファンクラブというものを、開設させていただきました。ファンクラブサイトの名前は裏バシ君 TV でやらせていただこうと思います。その名の通り裏です。はい、私の裏の顔というもの、裏の顔というとなんかすごい悪いことするみたいな感じの印象をね持っちゃうかもしれないんですけど、普段見せないような自分であったりとか、なんか YouTube の裏側とか、なんかそういうのをねちょっと見せていけたらいいなっていうふうに思ってますんで、表向きは YouTube のバシ君 TV で、今回はファンクラブサイトは、裏バシ君 TV ということで、作らせていただきました。まあインスタの DM であったりとか、YouTube のコメントとかでもそうですけど、で試合行った時とかね、たくさん声かけていただける機会とかも本当に増えまして、でその場で結構対応させてもらったりとかしてたんですけど、まあなかなかその僕のことをね応援してくださる方と直接ですね、なんか身近な感じで触れ合えるというか交流できる機会っていうものが全然ないなっていうふうに思ってまして、まあ全国各地のいろんな場所で僕の動画を見てくださっている方もいらっしゃるっていうことで、なんかちょっと交流する場所というか、そういう特別な場所もなんかあってもいいんじゃないのかなっていうふうに考えておりまして、今回、まあ、一応形としてファンクラブみたいな形で、開設することにしました。まあぜひ応援してくださる方とか、そのなんか、まあ、ちょっとでもね僕と交流したいなっていうふうに思ってくださってる方とかがいれば、概要欄の方にねファンクラブサイトありますので、そちらからぜひ登録してくださると嬉しいです。まあ応援してくださる方限定のYouTube のライブであったりとか、まあ、なんかその僕と身近で関わる機会っていうのを、まあ、少しでも増やそうかなっていうふうに考えてますんで、で、まあ、結構日頃インスタの DM とかもたくさんいただいたりするんですけど、なかなか全部返したりとかそういうのができてなくて、で中には中高生の子たちかな、自分の走りどうですかとか、動画送ってきてどうですかとか、どんな感じの意識で走ってますかとか、どういったトレーニングがいいですかねみたいな感じの DM とかもいただくんですけど、これに関してもなかなか全て対応するっていうのができてなくてですね、まあ今回、まあ、ファンクラブという形で、ね、特別な場所を作るっていうことで、そのファンクラブサイト自体は、まあ、僕が普段いろんな SNS であまり載せないような内容であったりとか、そういったところをね限定的に載せていこうかなっていうふうに思ってますんで、その個人的なやり取りを少しでもするためのファンクラブを登録してくれた方限定のインスタの
アカウントももう一つ作ろうかなっていうふうに考えておりますんで、まあちょっと走りのアドバイスが欲しいなとか、動画見てちょっと意見が欲しいなとか、そういう子たちであったりとか、まあ純粋に僕とメッセージのやり取りをね、したいなっていうふうに思ってるまあ思ってくださる方もいらっしゃったら、まあそこでもう一つのアカウントでですね、もう一つのインスタグラムのアカウントでメッセージのやり取りもさせていただこうかなっていうふうに思ってますんで、そういった形で今後ね、僕のことを応援してくださる方となんかもっと深い関わり合いができればいいなっていうふうに思ってますんで、改めてこの先も僕の陸上人生の挑戦を応援してくださる方は、ぜひとも、ご登録よろしくお願いいたします。まあそんな感じの発表でございました。引き続きね、今の目標は6月の日本選手権で最高の走りをするっていうことはね、変わりないので、そこに向けてまだまだ練習頑張っていきたいと思いますんで、まあ2万人突破したからといってね、まあメインは自分の選手としての活動なので、そこがおろそかにならないようにね、しっかりと練習頑張っていきたいと思います。もう本当に YouTube 立ち上げた当初から見てくださってる方もいますし、新しく僕のことを見つけてくださった方もいますし、なんか本当にこの先の自分の陸上人生でね、もっともっと人とのつながりっていうものをね、大事にしていきたいなというふうに思ってますんで、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、結果で皆さんに恩返しができるように頑張っていきたいと思います。それでは以上、お知らせでございました。みんなファンクラブサイトで待ってるからね待ってるよ。じゃあね、待ってるからね待ってるよ待ってるからね